障害スポーツの世界大会ワールドマスターズゲームズ2021関西の会期がまだ決まらず異例の事態となっています組織委員会は今日会見を開きましたが日程の発表はありませんでしたワールドマスターズゲームズは原則30歳以上であれば誰でも参加できる障害スポーツの世界大会でアジア初となる次回大会は 関西を中心に35競技59種目が行われる予定です組織委員会は新型コロナウイルスの影響で延期となっている大会を2026年5月に再延期すると発表した一方開催日程の最終決定権を持つ IMGA は2027年5月に開催する意向を示しています。 組織委員会はきょう大阪市内で会見を開きましたが開催時期については現在も協議中でまだ決まっていないと発表しました。何度か督促をしているんですけどももうちょっと時間欲しいということをおっしゃっているので、まあ、本当だったらこのきょうのぐらいに中身を知りたかったんですけどまだつかめていません。 大阪・関西万博というのを2025年、関西では日本で行いますから、その勢いを今度スポーツにつなげていくという、そういうストーリーも立てやすいし、組織委員会は、2026年5月の開催を目指して、引き続き IMGA に交渉していきたいとしています。